ピンポン。ミュウミュウイス。今日も可愛いあかねちゃん見られてみんな幸せやな。画面いっぱいにバカいっぱいですさ。なんやお前ほら。やめそら。やなやなやな。冒頭からうるせえな。お前らな、一緒に動画投稿してきてもうだいぶ経つんやから、そろそろ仲良くなるや。絶対無理。息ぴったりやん。ミュウ困ったな。これはやっちゃいますか。単純接触効果。呼ばれてきました。ってことも呼んでないから座ってて。確か単純接触効果って繰り返し会ったりするとその人に好意を抱くっていう。でも繰り返し会ってはいるけど仲悪いよ。なので刺激の種類を変えてみましょう。例えば毎回触れ合ってみるとか。どこかどこ。座ってろ。強めに触れ合うとよりやすい。せめて日本語で話して。だってさ、じゃあ二人とも毎日物理的に触れ合ってください。じゃあこれでいきます。なんか思ってたのと違うな。顔の裏側に接触できるなんて普通なかなか体験できないですよ。名前体験してたまるかば語れ。まあまあとりあえず一日これで様子を見ましょう。これの様子を一日見なきゃいけないのか。もぐもぐじわっす。おう、あかねちゃん、ゆかり先生との仲はどうや。なんか心境の変化とかあったか。うちはゆず消えたり。なんか思ったのと違う変化してる。え、何、洗脳されてるの。そんな人聞きも悪い。私が洗脳なんてするわけないじゃないですか。じゃあその脳みそだけはなんだよ。あ、すみません。え、実は昨日。うわ、先生の顔だ。ねえねえ、 S 気のある幼馴染風の先生が嫉妬して相手に詰め寄る感じでセリフ言って。何注文してんねん。俺 S 気ある幼馴染だぞ。詰め寄っちゃうぞ。どうでもいいけどそのクレヨンしんちゃんみたいなゴミやめろっていう感じで、朝4時まで先生にやってほしいシチューをリクエストしてたので、そのせいかも。そのせいだね。あ、でも私も昨日洗脳ブレインコントロールさんに洗脳をお願いしたので、そのせいかも。まさかの複数犯。てかてめえ結局洗脳してんじゃねえか。あかねちゃん目覚ませー。あたた大丈夫か。自分の名前言えるか。え、名前、自分の、ことのが、ゆかり。まだまだなんか混ざってる。結婚おめでとう。座ってろ。よーっす。あ、あかねさん、どうでした。単純接触効果で仲良し大作戦は。え、なんか、いろいろ、すごかった。確かにいろいろすごかったけど、そんな方をあからめる展開はなかったよね。バカ。バカって言った人がバカ。じゃあお前もバカやん。でも君はアホも混ざったバカだよね。はい、よりバカ。うっせえ、バーカバーカ。語彙力なさすぎて草なんですけど。まな板。てめえ、なんだお前。やややややや。